さてと、特に何もないんだよな。部屋で過ごしましょうか。ちょっと掃除しまして、携帯使いまして、うわー、そうなんや。しんくんとか電話してみようか。逆にのぶとしんくん出るかな。この反応でちょっと電話してみよう。で、悩み相談の電話をしてみよう。どういう反応になるんだろう。出ない。忙しいか。そうか。ノブは？え、誰も出ないんだが。美里ちゃんは？誰も出ないぞ。誰も出ないぞ。マジか。誰も出ないぞ。そんなことある？そんなことある？みんな出ないんだけど。マジか。だから連絡がないのは寂しいな。よし、ちょっと休憩しまして出かける準備いたしましょう。あー、すごい雨と風だな。これは、この台風じゃ、台風、花火大会中止だね。大魔王のバカバカ何も泣くことはねえだろう。だって楽しみにしてたのに、花火大会。本当にね、私も花火大会ちょっと楽しみにしてました、普通に。貯金崩してまで浴衣買ったのに。ねえ、めっちゃ可愛いなぁ。とうとう崩したんだ、夏子の30万。夏子？何それ、お母さんだっけ？こいつの母親。うん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 。ハチ、そんなお金使ったの？だって。どうした？うわー、親不孝。ま、何に使うかはハチ公の自由だよ。まあまあ確かにね。まあそれはそうだけどね。うえー、大魔王のバカー。バカー。そうか、中止か。あんたもがっかりと強そうじゃん。うん、ブラスターのデビュー達成したし、もうこんなことできない、達成したらこんなことできないし。確かにね。ん、うん、だって忙しくなったらみんなで集まってワイワイなんて無理だし。まあスケジュールは詰まってた方がいいよな。うん、でしょ。だから無理かなと思ってさ。だけどさ、私らの中身が変わるわけじゃないよ。そっか、いつでも気軽に声かけりゃいいじゃん。うん、お前が望むんなら何とかしたいって思うしさ。うん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 。つーか私も好きに騒ぎたいし。うん、かっこいいな。そんな心配してくれてありがとう。いえいえ、なんかさ、友達ってなか、あの、忙しくなった疎遠になるからさ、そう、なかなか誘ったりできないよね。社会人になって余計思うよね。うす。ハチはいつでも遊べる気がする。どうしたの？ナナ？およ？ノブオ、何やってんだ？今すぐ来い！7時にハチ子を迎えに来る約束だろ！あー、今日、ノブくんと約束してたの？ふん。ナナさん？なんてごいね、本当に。責任取れないよ。風に飛ばされたら大怪我されても。見たくないの？ハチ子やナナの浴衣姿。いやー、ハチの浴衣姿はめちゃめちゃ可愛いですよ。鼻血もんよ。
なの？飛んでくるってさ。マジか、すごいな。よかったですね、ハチコさん。ねえ、本当に。うん。どうしたん？でもこの天気じゃ花火はな。まあ確かにね。ピポン。あ、本当に来た。花火買ってきたし。おお。嵐が去ったら河原でやろうね。あ、なるほど、それいいね。うん。めっちゃかわいい。よかったね、ハチ。でもよく来たよ、この二人。本当にね。俺も浴衣は一人で着れるぞ。そうなんや。浴衣着てきたよかったのに。え、そうなの？うん。まあ、たしなみだな。うん。なるほど。すごいじゃん。おいおい、信夫の場合。実家の旅館の浴衣だろ。そうか、のぶくん実家旅館なんだ。なんだ、それなら僕も着たことある。しんくんの着てる浴衣はなんかもっと違う気がする。なな、てめえ余計なこと。なんだ、浴衣に間違いないとは思いますが、うん、浴衣っつうより寝巻きだろ、あれ。まあ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 、もう仕事してたらね、着ないといけないですけどね。あ、旅館の帯って最後に五角形に巻いとくんだよね。五角形？ああ、五角形みたいになってるか、確かにね。そうなの？なんで？わかんない。知らない。私も知らない。そう言われますと、そうだった気がします。うんうんうん。お前んとこも？うちはどうだったかな。なぜ曖昧なんだ。一度も家の手伝いしたことないからね。あ、なるほどね。もうちゃんとしないとダメよ。そんなことねえって、小遣い稼ぐために必死でやったぞ。へえ。ねえ、それでなんで五角形なの？え？帯。おお、なんででしょうね。知るか。私も知んないや。こういうのはヤスとかの方が知ってそうな気がする。台風、まだ居座ってますね。ね。このマンション崩壊したりして。安いだけあって結構いろいろガタきてそうだし。確かに古い建物ですけど、とても頑丈そうですから大丈夫ですよ。そうなんや、それはよかった。だといいけど、微妙に揺れてる気がしない？7階ですから。あ、そっか、風に揺られやすいんだね。そっかそっか。ナナさんはどうしてここに決めたんですか？安かった。そうそう、安かった。周りの環境も、環境みたいなのも案外いいしね。確かにね。敷金礼金なしっていうのが一番のポイント。あ、そういえばそんなあったね。なるほど。うん。でも見つけ出すにはとても労力を使われたのではありませんか？いや、なんかね、おっちゃんところ行ったらね、あ、でも初めなかったの、安いってところ。なんか安いってのがなかったけど、そうそうそう、部屋空きましたよみたいなのが来て、空いたよここみたいなで言われた。そうそうそう、タイミング良かったの。そう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 。タイミングですか？うん、でもタイミングって結構重要よね。そうそう。案外埋まっててもさ、次行ったタイミングではね、また出てきてるみたいなあったりするよね。不動産屋で部屋探してる途中で、この物件のファックスが届いて、速攻紹介してもらっちゃった。で、部屋見せてもらってる時に、7や8にばったり会って。それはきっと、運命というものですね。間違いないね。なんだか、そんな気がします。そっかそっか、運命ね。そっか、それってすごくいい感じ。はい。ん？誰に連絡を入れてるんでしょう。誰にメールしてるね。誰にメールしてるんでしょうか。お、やんだ。すごい水かさですね。河原がなくなってる。あらら、決壊しなくてよかったよ。本当にね。まあ7階だから浸水はないけどね。これから増えていくんじゃない？おいおい、不吉なこと言うなって。うん、7階までどんなに頑張っても来ないとは思うけど、間違いないね。明日はきっと台風一過で、すっごく暑いだろうね。うん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 。UV 対策は欠かせないですよ。間違いないね。うん。よし、そんじゃあ花火好きなの選べよ。やったー。最初の一発だもんね。どうしよっかな。なんかね、打ち上げ花火とかも楽しいけどね、手持ち花火のやつのパチ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 ってなってるやつや。あ、最後は線香花火だよね。ご機嫌になってるね。
ほんと台風去ってよかった。浴衣も外で出れたし、浴衣で外も出れたしね。花見つかないし。あらら、しまった、雨でしけったか。なんてことだ、そこはちゃんとしようぜ。もう一回コンビニ行く。あー、なるほどね。あ、着いたよ、奈々ちゃん。あー、はい、ヤンさん、さすがだな、ヤンさん。僕にもつけて。嬉しそう。さっきナナがメールしたのヤスって、ヤスさんの呼び出しだったんで、確かにね、お呼び出したんでね。風流でいいね。いいですね、こういうのね。浴衣に花火、あと蚊取り線香とか風鈴か、うちわかな。そうですね。夜ってのがもったいね。なんで？花火は夜じゃなく綺麗さ半減するどころか超マイナスじゃないですか。だけど浴衣姿がよく見えないでしょ。ああ、そっか、なるほどね。まあ昼間にね、お祭りとかあったら昼間から来てうろうろするっていうのもね、ありますもんね。ほら、着いたぞ、シン。あ、やった、すごい。わーい、ありがとう。花火つけるの天才じゃないですか。なあ、くそ、俺だって。ナナちゃんもつけようか。あ、マジっすか、やった、ありがとうございます、嬉しい。今日花火大会中止で残念だったでしょう。ね、行きたかったっすね。花火大会行きたかったな。みんなでたまやんしたかったのに。ああ、掛け声ね。うんうん。よく知ってるね、そういうこと。たまやー、かぎやーって確かもともとあれなんだよね。お店の名前なんだよね、これね。地元で友達と行った花火大会でおじさんに教えてもらったんです。おじさん？親戚とか？いや、知らない人ですけど。そう、うん、そういえば以前は知らない人でもすぐ仲良くなれたな。あ、今は違うの。まあまあ人見知りじゃないですけど、なんかね、喋る、まあ確かにね、嫌悪感は抱くよね、大人になるとね。都心近くで一人暮らしっていうのもあるからかな。気軽に他人に声をかけられないというか。それじゃあナナたちと知り合うのにも戸惑いがあったわけだ。いや、ナナたちはね、あの不動産屋さんで、はい、ばったり不動産屋さんの内見の時にばったりお会いしました。そういえばナナたちにはこれっぽっちも警戒心を持たなかったかも。無防備だったわけだ。そうですね。私も不用心ですね。いや、お互いに。ああ、そっかそっか。ん、はい、ナナちゃん、ついたよ。あ、ありがとうございます。綺麗、全然綺麗か見えないけど。ねえねえ、もう一本つけてよ、すぐ終わっちゃうんだもん、この花火。コンビニの花火だから短いんだろうな、これな。そうだよな、少しは自分でチャレンジしてみる。怒ってる。ケチ。いいな、楽しい時間は夢中になれる分瞬く間に過ぎて、嵐の後の嵐の後の体にまとわりつくようなジメジメとした湿気もいつの間にか気にならなくなっていた。ずっとこの心地よい時間の中いられたらそう思った。はーい、誰だろうこの時間に。はいはーい。あ、ヤスさん、どうしたんですかこの時間に。お部屋なんか珍しい。すまないね、迷惑ついでに少し出られない。あ、全然いいですよ。話したいことがあるんだ。はいはいはい。ヤスさん、話って。ちょっと昔話聞いてくれるかな。はい、大丈夫ですよ。昔々、海沿いの港町に二人の孤児がおりました。一人は両親と死に別れ、一人は倉庫街に置き去りに。うん、それってヤスさんと。シッ、これはあくまでフィクションだから。はい、続けて。はい、すいません。一つ違いの二人は兄弟のように、いや、それ以上の絆で結ばれていました。でも大きくなると、おとなしい年上の子は優しい里親にもらわれてゆき、やんちゃな下の子は一人でたくましく生きていきました。大きい子は少し複雑でした。
自分だけ幸せでいいのかなという罪悪感に苛まれていました。それで十重ハゲができたと。誰かさん並みのナイスなツッコミありがとう。いえいえ大丈夫ですよ。続けても構わないから。はい大丈夫です、すいません、はい、茶化して申し訳ないです。どうぞ。二人が大人になった頃、二人の前に一人の女の子が現れました。女の子は見かけによらず聡明な子だったので、迷わずにやんちゃな男の子と相思相愛になりました。お利口さんはそれを祝福しました。だけどまたまたとっても複雑です。その人もその女の子のことを好きになってしまったから。ご名答、やっぱり鋭いね。わかりますよ。では質問です。はい。その男はどうしたらいいでしょう。1、引き続きじっと見守る。2、自分の気持ちを打ち明ける。君ならどう思う。忌憚のない意見が聞きたいな。わあ、悩ましいな。難しいな。知ってる人に、知ってる人の話に似てて。おとぎ話だよ。そうですね、はあ、人としては1、男としては2ですね。なるほどね。うまい逃げ方だ。でも答えは1つ。どっちかな。女の答えてないけど、私の知ってる似た人は間違いなく1。どうしてかな。そういうのが似合う人だから。そう、貴重な意見ありがとう。いいえ全然。どういたしまして。私なんかで役に立ちました。言ってる意味がよくわからないけど多分多いね。そっか、よかったよかった。実は3つ目の選択肢っていうのもないことはないんだが。ほー、なるほど。3つ目の選択肢。これを聞いた人間はかなり重いものを背負ってしまうことになるんだけど。もう全然大丈夫ですよ。どうぞ。その勇気はあるかな。はい。そうか。3つ目はすまない、今の俺には聞かせる勇気が足りないみたいだ。そうですか。いつか聞かせてくれますか。うん、機会があれば。そっかそっか。そう言いながらヤスさんが吐いたブラックストーンの甘い香り、今でも時々蘇ってくるよ。結局3つ目は謎のまま、あれから5年の月日が流れたんだよね。5年も経ったのか。あの頃は明日のことなんか考える暇もないほど毎日が楽しかった。今にして思えば、奇跡のようなキャスティングのドラマが毎日リアルタイムで進行していたんだから。最初は観客のつもりだった私だけど、メインキャストの一人だったんだってそう気がついたのはずっと後のことだった。みんな放つ眩しい光が目をくらませながら、ちっぽけな夢を少しずつ育てていったんだよ。そして夢に向かって走った。でも私にとって夢は夢だった。あれから私は働いていた仕事もクビになり、バイトへ転々したが、どの仕事も好きになれなかった。夢のモデル業界の仕事も条件の悪いものばかりで、いい求人がない、運が悪いのかな。恋愛も微妙な感じで、2年付き合ってる彼の両親に挨拶に行ったけど、嫌な感じの対応をされ、結婚したら同居してくれだって。彼は好きだけど微妙だ。7や8は今何をしてるのかな。708号室で過ごした日々がとても懐かしい。あの頃が一番楽しかったな。あの頃があったから今の私がいる。それは間違いないこと。
私の人生で最も鮮やかな、やべ、見られた、ありがとうございます。やべ、読めなかった。最後ちゃんと本当に読めなかった。あの後騒動のせいあって会えなくなって、結局 お互い別の人生を歩むことになったけど、あの夜のことは私の心の中でキラキラと輝いている。みんなどうしてるのかな。ねえ、7、8、今笑ってる？いかがだったでしょうか。7のね、第3の7になって77日間の、まあ、シミュレーション体験ゲームを今回させていただきました。めちゃめちゃ楽しかったですね。なんていうのかな、いろいろあって、まあ、好感度によってもしかしたら最後ね、ヤスの第3番目の選択肢とか聞けたかもしれないんですけども、まあ、好感度がそこまで上がりきってなかったんだろうなとか、まあ、いろいろあったんだろうなみたいなことがあったりもしたし、まあ、部屋にね、あの友達が来たりとかってもあったらしいんですけども、なかなかそういう展開にもならずみたいな。うん。で、まあ、最後の最後にね、なんていうのかな、メールいっぱい送ったりとかね、相談メールとか送ったらみんなのね、反応が変わったりとか、結構ね、まさかの最後のギリギリの展開でこんなことになるとは思わなかったのもたくさんあったんで、すごい楽しく遊ばせていただきました。で、あの高額の商品たちはどうやってゲットするのか、未だに私の中では謎のままということで。ね、まあ、もしかしたら、初めからね、いろいろがっつりバイトとかしたら、たくさん買えたのかもしれないですけどね、わかんないですね。いや、今回ね、いろいろね、いろんなメンバー、面々が出てきたりとかして楽しかったですね。そうそう、矢沢先生の他の作中のね、キャラクターが出てて大変楽しく過ごさせていただきました。ちょっと期間空いちゃったからね、記憶がね、こうポロポロと落ちていくね、ことも多々ありましたけど、あと服装難しいね。服装がさ、鬼のように難しかった。ねえ、でもね、大体服買ってったんだよね。あとはなんかお高級なね、お不要服ばっかりね、残ってたんで、まあまあ、あれはまた違う感じでやってたらよかったのかな、なんて思ったりもいたしました。はい、ってことでね、まあ、今回ね7ここで終わりますけど、またね違うシミュレーションゲーム、まあまあこれは今回ねアニメとかのシミュレーションゲームをメインでさせていただいたんですけども、別の
ね、漫画とか、あとは普通にゲームのシミュレーション、恋愛シミュレーションゲームとかもね、今後はちょこちょこ遊べたらなと思います。今度はね、ちゃんとね、短い間で経ったかやりたいですね。記憶が私の中からポロポロ落ちてっちゃうんでね、そういえば前回そうだったなとかっていうものたくさんあったんでね、まあ、そういうことのないように次回からは気をつけたいなと思っております。はい。ということで、こちらの、7の作品最後まで見ていただき、誠にありがとうございました。またね、次回違うゲームやってると思うんですけれども、ぜひぜひそちらも見に来ていただければなと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の新しいゲームでお会いいたしましょう。またね。バイバイ。